パリ五輪第9日柔道2024年8月3日シャンドマルスアリーナ柔道混合団体が行われ日本は初戦となる2回戦のスペイン戦に3対3からの代表戦で白表の勝利準々決勝進出を決めた写真東京五輪で金メダルを手に笑顔の安倍一二三と歌日本のオーダーは女子57キロ級に安倍歌男子73キロ級に橋本総一 パーク24、女子70キロ級に竹地の未来、小松、男子90キロ級に村尾三四郎、ジェスグループ、女子70キロ超級に高山りか、三井住友海上、男子90キロ超級に斎藤立ち、ジェスグループ、となった。死、竹地、高山は1階級上のカテゴリーで戦った。 連覇を狙って臨んだ7月28日の女子52キロ級でまさかのメダルなしという結果に終わった安部歌。衝撃の2回戦敗退から6日、パリの畳に再び立った。57キロ級のアリアネ・トロソレルとの対戦。序盤で技ありを奪われるも、2分15秒に豪快に相手を倒し1本。しかし、判定が技ありに変更となり試合再開。同時なかった歌は、 本戦の残り1秒に豪快な背負い投げで2つ目の技ありを奪い合わせ技1本で見事な勝利を飾った。2人目の橋本が敗れたものの、高市、村尾が連勝。しかし高山、斎藤が敗れまさかの3の3。代表戦の抽選で対戦は女子70キロ級に。高市が1本勝ちを収めていたクリスティナ・カバナ・ペレスとの再戦でも1本勝ちを収め、大接戦の末に勝利をつかんだ。 ルール、混合団体戦は男子3、女子3の計6選手で構成される。階級は男子が73キロ以下、90キロ以下、90キロ超、女子は57キロ以下、70キロ以下、70キロ超となり、同じ階級の選手同士が戦う。試合時間はそれぞれ4分間。一本勝ち、不戦勝、相手の危険による勝利は10点、技ありでの優勢勝ちは1点。 指導者の勝利は0点。決着がつかない場合は、ゴールデンスコア、GS、方式の延長戦を行う。スコアや指導数が相手より多くなった時点で、延長戦は直ちに終了する、サドンです。ため、引き分けはない。6人が終わり、勝利数や得点で決着がつかない場合は、無作為に選ばれた階級区分の選手で代表戦を行う。 4チームに与えられるシード権は、6選手の世界ランキングを得点化し、その合計によって決定する。混合団体の試合順は抽選で決まる。2017年世界選手権で混合団体戦が行われた際、男女各3人が軽量級から順に対戦したが、日本は軽量級に世界王者クラスがおり、早々と勝負がついて面白みに欠けたことから抽選に変わった。 勝敗が決すれば、後の試合は割愛される。